にちは、ムーチューブです。今日はこちらテディベアストーリーというものをお友達からいただいたので開封してみます。私にくれたお友達もどなたからかいただいたものだそうで、開封せずに取っておいたそうなんですね。で、私がこういうお人形とかが好きなので、よかったらどうぞということでいただきましたが、このテディベアストーリーというものを私よく知らないんですけれども、モンチッチを作っている関口という会社が1983年頃に発売したものというところまではネットで調べがつきました。ちょっと月日が経っているので、このカバーはちょっと茶色っぽくなってしまっているんですけれども、未開封ということで開けてみますよ。よー、じゃじゃん。このテディベアストーリーの特徴としては、家具とかが全部本物の木で作られているそうです。マスキングテープみたいのがついていたけど、スルッと取れました。テディベアストーリーって焼き付けてあります。クマちゃんの刻印みたいなのもついています。こちらは椅子になるんですかね。そしてこちらがシーソー。さすが昭和のおもちゃ、作りがかなりしっかりしています。当時はおいくらだったのだろう。本当にシーソーとして遊べるんですね。すごいな。そしてこちらはマグカップ、ポットもついています。シールが貼ってありますが、全然ベタベタしない。なんと蓋も開いて中も空洞になっています。かわいい。マグカップは特に刻印とかされていません。木のぬくもりが感じられるような作りになっています。これなんだろう、木の実かな。リンゴですかね。赤いリンゴが2つと青リンゴが1つ。そしてこれはドライフラワーなのリースが取れないので、このままにしておきましょう。そしてお洋服がついていて、お洋服は大きいのが1つと小さいのがついておりまして、なんか糸でつながっておりますので、こちらは切っていきましょう。はい、1つ目はトップス。そして女の子用のベストシャツみたいな可愛らしいもの。大きいのはワンピースかと思いきや、今でいうオールインワン的なものになっています。セーラーカラーになってますね。これは着せ替えができそうなので、後で着せてみます。そしてクマちゃんがしっかりと箱についています。クマちゃんがどうやらお人形というよりはブローチになっていて、アクセサリーとしても使えるみたいです。こちらの女の子ちゃんはシルバニアっぽい素材なんですけど、シルバニアみたいにね、硬くないんですよ。ちょっと柔らかいです。体もね、柔らかいですよ。ちゃんと足の裏とかも肉球がついています。指は分かれていないものの、ちゃんとプリントされています。そしてこちらが男の子かな。長年くっついていたので後頭部の毛が寝てしまっていますが、仕方がないですね。こちらも大きさは女の子とそんなに変わらないです。双子ちゃんなのかな。
してこれが多分お母さん。ワンピースを着たお母さんだと思われます。足の関節の動くし、何かこうお顔立ちも可愛らしいですね。肉球も可愛い。ではお洋服を交換してみましょう。当時のことは分かりませんが、お洋服だけとか販売されていたのかしら。あら、手が抜けてしまいました。でも大丈夫ちゃんと入るはず。経年劣化もあるのでしょうが、おそらく最初からこのゴム部分が丸まったままだったんでしょうね。お湯とかにつけたら戻るかな。こんな感じにしてお洋服を着せておけば多分大丈夫。抜けなきゃいいのよ。また手が抜けちゃったよ。仕方がないね。はい、切れました。こんな感じでお着替えできました。かわいい。女の子のお着替え終わりました。ここ一回外さないと着ることができなかったので、外して元に戻しました。結構ね、これ結び直すのに苦労しました。そして男の子は T シャツだけなので、肩紐外して着せました。下すっぽんぽんになっちゃうんでね。わー、そして紐が取れちゃって、ま、しょうがないんですけど、取れてしまったのでね。だからこれは両方とも付け替えた方がいいかもしれないですね。オーバーオールも可愛いですよね。お尻も可愛いですね。それで大きさなんですけど、シルバニアファミリーと比べてみましょう。ハスキーのお父さんなんですけど、テディベアの子供がシルバニアのお父さん系よりもちょっと大きいくらい、ほぼ同じくらいと思っていいかも。フレアちゃんも持ってきたんだけど、シルバニアはかなり小さいですね。テディベアストーリーの子供がシルバニアの大人くらいだから、テディベアのお母さんがすごく大きいです。シルバニアでもここまで大きい子はいないので、実際の犬とクマの比率ほどはないんでしょうけれども、でもシルバニアとも遊べますね。家具の大きさはこのお母さんに合わせてあるのかなって感じです。はい、というわけで本日はいただきました。テディベアストーリー開封しました。詳しいことをご存知の方はコメント欄で教えていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。